日本松街道は、道の区国の藍津若松と同国の日本松を結ぶ街道である。藍津若松と欧州街道を結んでいた。藍津街道とも呼ばれた。現在の福島県藍津地方と中通り地方を結ぶ。また、現代の交通路では、万越自動車道、国道49号、万越再線の藍津若松市から郡山市熱海町までの区間に相当する。 藍津若松と稲葉城の間では、北側の下街道と南側の上街道があった。加えて、沿線には、初代藍津藩の藩主、星名正幸を祀る土地神社があり、これらの参拝などのために利用された。街道は1892年、新たな県道が開通されるまで、盛んに利用された。藍津若松から、北東の方角に向かう街道で、大事などを経由していた。 現代の交通路では、万越西線が近い経路を通る。現在、街道の道筋は、万代町付近までは、福島県道64号藍津若松裏、万代線、そこから、道県道郡稲脇城町付近までは、福島県道7号稲脇路塩川線が、ほぼ近い経路を通る。藍津若松から、東の方角に向かう街道で、滝沢峠、く掛け峠のほか。 稲葉城湖の北岸を経由して稲葉城町付近に至る。沿線には滝沢本陣があった。また、靴掛け峠付近までは白川街道と経路を共有していた。国道49号が会津若松市境清水付近から近い経路を取っている。道庁関戸付近を経由後、現在の国道49号中山峠の北に位置する幼児峠を経由し、 現在の道県郡山市熱海町に至る。熱海町からは、現在の福島県道8号本宮熱海線を経て、元宮市付近に至り、本宮から日本松までの区間は、欧州街道と共有の区間になっている。稲わ城町周辺の区間では、稲わ城町指定の史跡となっている区間がある。現在の福島県郡山市の郡山駅の北で、陸街道から分岐して、 藍津方面に向かう街道。日本松街道と同じように、藍津街道とも呼ばれた。同志戸田町、菊田町などを経由し、同志熱海町で日本松街道に接続する。この区間は1886年、県道に指定されている。現代の交通路としては、郡山駅北で国道4号から分岐し、福島県道296号、 荒井郡山線の経路が近いほか、目的地が郡山市と国道49号の経由地と同じで、経路が一致する区間もある。ありがとうございます。